そうそう、ま、マッチしてるね、演出と。すごくそれはね、こだわりがあると思いますよ、多分作り手の顔側の人は。息も絶えられない。私のこの拳で止める。いつもこう、体がボロボロなの、無理やりに笑う。あなたは私を、みんなを助けてくれと、なのに一人で全てを背負おうとする。自分の命をも犠牲にして。メイ先輩、そうなんだよな。それは私の使命だから。いや、救いたいなんて、そんなのは分かって。メイ先輩、でもどう耐えればいいっていうの。先輩、ダメ。私にとってこの世界なんかよりもキラナちゃんの方がずっと大事よ。うわあ、その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。あー、おしゃれー。
いや、ちょっととりあえずここを終わらせますか。なるほどな。あのね、なんかちょっとまあ、最後まで来たんで正直に自分の感想を言うと、今日の17章のずっと頭の方はなんかちょっとなんだろうな、キアナちゃんってすごい全てを背負っててわかるんだけど、あの誰だったっけ、信者さんだったっけ、なんか結局それで一人で妄想されてもそれって姫子先輩が、姫子先生が望んだことでも何でも喜ぶことでもないんだよなみたいなことを確か書いてくださってたと思うんですけど、なんかそういったことを私もね、なんかその言葉にそこまではっきりは出ないけど、なんかそういったモヤモヤ感がすごくあって、でけどこうメイ先輩はただひたすらにキアナをすごくこう、キアナちゃんキアナちゃんキアナちゃんってもうこうさ、もうなんていうの、見えてないみたいな感じの表現にずっとなってたから、なんかずっとこうモヤモヤしてて、それでいいのみたいな、それでいいのみたいな感じだったんだけど、最後ちゃんとメイ先輩がここで怒ってくれたっていうかさ、なんかあんたはいつも世界を救うって言うけどさっていう、ちゃんとしっかり自分の気持ちをバンって出してくれたから、結構ここまでのあモヤモヤは、あここで解消するためやったんやっていうのがちょっと一個出たかな。うん、結構見てて正直、いやちょっとキアナにかわいそうっていう感情よりは、この子どうなん、なんかなんなんっていう感情がちょっと私の中で正直あった。17章前半はずっとだから、味覚がしなくなったとか、なんかそういうあの行かなければならないとかそういうことよりも、いやなんかそこじゃないんじゃないかなっていうさ。でも周りはキアナを助けよう助けようってただそれだけにこう盲信してる感じがなんかちょっと受け止められなかったんだけど、ここでちゃんとメイさんが怒ってくれてたんで、エネルギー出してくれたんで結構すっきりしただし、なるほどなってなった。だからここまでの引っ張り具合があれだけセリフを喋らせて、あの演出として、不安定感を煽るような演出にしてるのは、メイ先輩がただただこうキアナちゃんを盲目に愛してるだけじゃないんだよっていう表現を、あのちゃんとここで大きく出してきたなっていうのがすごい楽さが出てよかったかな、受け取り手としては。であと最後のあの音楽のギター終わりがめちゃくちゃ良かったなと思う、正直このショーは。そうやね、なんか落差がすごく出て良かった。だからメイさんがここで怒ってくれたのがめちゃくちゃ良かった。あーここでだからメイさんはそのリスちゃんになった意味がある種あったなって思った。無駄じゃない、この人がリスちゃんになったのは無駄じゃなかったなって思わせてくれる納得もいく演出にはなってたかな、私的には。でこれこう受け手は私やからさ、それぞれみんなそれぞれの気持ちがあると思うんで、プレイヤーの。キアナちゃんがいつもこう戦って止め、あそれもあると思う、そうやと思う、そうそう、そんな感じだと思う。みんなを助けてくれと、なのに一人で全てを背負おうとする、自分の命をも犠牲にして。メイ先輩、それは私の使命だから。世界を救いたいなんて、そんなの分かってる。メイ先輩、どう耐えればいいっていうの。ねえ、どう耐えればいいっていうのって。この世界なんかよりも、そう、この世界なんかよりもあんたが大事なんだよっていうさ、ここだよね。だからこのメイ先輩がグワって感情を爆発的に出せるのはここに来ないと出せなかったんだから、やっぱりその前半は不安を煽るというか、そうやね、楽さやね。まあその作り手側の気持ちとしてはそこやと思うね。
これもよくできてるよね。もうほんとなんかね、崩壊バードはね、笑いがこみ上げてくる。素晴らしすぎて、作り手としての素晴らしさを手に取るように、こういろんな材料が散りばめられてて、本当に素晴らしい作品だと思いますね。その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。でもこれはすごい大事やね。あなたを助けることが罪、その罪は私が。自分が生きていく人生の中で一体誰が大事なのかっていうのを決められる、決められる感覚であったりとか、物差しとか、そういう存在がいるっていうこと自体が、いやー、このアレンジはめちゃくちゃいいな、マジで。最後ね、アコースティックギターで終わらしてんのはめっちゃずるいわ。最初前半曲のメイ先輩がうわーって変身ガーってこう、ピンクのあれがバーってなって、出てくるところとかめっちゃロックなのに、後半アコースティックギターやん。だからそのメイ先輩の最後パーって飛んでいくあの瞬間でっていうのは、もう彼女は決心してるのよ。だからそのそこまではどうしろっていうのよ、バン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 みたいな感じだったけど、キアナと実際バンとぶつかり合った後で、自分にとってはもうあなたが一番大事、もう何を差し置いてもあなたが一番大事なのよ、だからあなたはそこにいて私が行くからっていうのを、もうかなり心の奥底まで感情を落とし込んでるというか、納得がいってるし自分で決めたっていうので、アコースティックギターのアレンジに変えることによって、なんかこう晴れやかなって言ったらいいかな、そのいいことをするわけじゃないんだけど、いい道へ行くわけじゃないんだけど、メイ先輩にとってはキアナを守れるっていう意味ではいい道だから、彼女にとってはだから、その晴れやかな気持ちであるし、飛び立っていくっていうのの表現に、あそこにロックを持ってきてしまうと結構重すぎるというか、なんかメイ行きますみたいな感じになるけど、そこがアコースティックギターで終わることによって、キアナちゃんはそこにいて私が行ってくるからっていう、これぐらいの軽さが出てくるから、あれがね、アコーギーで終わらしたのも、いや非常にずるい素晴らしい組み方やと思うわ。音楽の感じも17-12のステージ、これ、わあ、これのこと？メイ、生誕祭、お誕生、なにこれ？すごい。かわいい。あ、キラーン。へえ、すごい。はえー、細かいね。え、これわざわざ、これ気づいた人誰なの？なんか出てたの？最初に、情報として。キアナには一切効果のない成功。大体みんなここもっと泣いたよ。ああ、そうやろうね。どうしてもね、なんか、見るだけじゃなくなっちゃうんだよね。私もこれ職業病なんですけど、これ作り手こここう思って作ったんだろうなとか、っていうのどうしてもね、考えながら見ちゃうんだよね。だからこそ崩壊はめちゃくちゃ好きなんだけど。この番組は、ホヨバースの提供でお送りしているぞ。